ました。まあ、今日のその山本さんの仕掛けも強風に対してそのひるまないあたりがすごかったなと思います。そうですね、思い切ったレースしてくれたと思います。ちょっとまあその後ろの確認だとバックのあたりでやっぱり7番の佐々木さんがかなりいいスピードで、そうですね、ちょっと向こうの山下ろし気味できたので、もう一気に飲み込まれると思います。まあちょっとそのかなり初日とは違うぐらいのだいぶ強い風だったんですけども、まあ、悪天候には村上さんやっぱり強いなっていうのをまた感じたところですよ。まあどんなコンディションでもしっかり力出し切って頑張りたいと思います。ちょっとその初日は展開上もあったですけど、まあ、今日ぐらい走れている感じというかいい感触はちょっとつかめてる。まあ状態は昨年のプレーとあんまり変わらないと思いますけど、はい、しっかり一戦一戦集中して頑張る。なんかこの冬の立川で村上さんがこう一着を取っているとやっぱりこういう立川記念だったりグランプリだったり感じるなと思って。そうですね、立川記念は応援してくれるファンも多いので少しでもいいレースができるように頑張りたいと思います。また順調に、はい、ありがとうございました。